セントヘレンズ市にあるコロンビア軍庁舎コロンビア軍保安官事務所。コロンビア軍はアメリカ合衆国オレゴン州の軍の一。名称は軍の東端と北端を形成するコロンビア側に由来する。2000年現在の人口は23,560人。軍庁所在地はセントヘレンズ。先住民族であるチヌーク族とクラッツカニー族は1792年の コロンビアレディビバ号船長のロバート・グレーの到着以前、数世紀にわたってこの地域に暮らしていた。ルイス・クラーク探検隊は1805年末、コロンビア側に沿って、現在のコロンビア軍の地域に訪れ一時滞在し、1806年に再び旅路に戻った。コロンビア軍は1854年に、ワシントン軍の北半分から分離して成立した。 当初はミルトンに軍長が置かれていたが、1857年にセントヘレンズに移った。主要産業は木材生産、生死、貿易、建築、園芸である。かつては老齢の森林が広がる地域で多くの初期の入植者たちを魅了したが、この森林は1950年代までに全て伐採されてしまった。現在は虹林が現地の材木や、 生死の原材料として機能している。軍の労働力の約半分は軍外に通勤しており、その中のほとんどは近郊のポートランド都市圏まで通勤している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、コロンビア軍の総面積千1783桂平方メートルのうち千七百一桂平方メートルが陸地四点五九パーセントに当たる八十二キロ平方メートルが 水地である。ありがとうございます。